おはようございます。今日も来ます。意識低い系普段着物なるです。おはようございます。今日は寒い。雨降りそうなんですよ。もうね、4月終わりなんですけど、エアコンつけるぐらい寒かったです。ちょっと今暖かくなってきたんですけどね。まあ、いつも通り私は中が軽装なので、今日はロンティー着て、まあ、いつも通り半襦袢。襟心は今日は昼寝をする予定なので、なしです。で、下は寝るの裾よけですね。長襦袢着ない分、私は軽装です。でも、軽装だからちょっとね、裾よけ寝るがまだ手放せない。やっぱり腰とかね、足は冷やしたくないんですよ。そう、なんかね、冷やすと良くない気がするの。本当にそうした方がいいのかは分からないけど。で、着物はこの子を着まーす。ね。まだ洗ってないんかいって言われそうですけど。ちょっとね、首にね、おできができちゃって。一応、絆創膏貼ってるんですけど、万が一、薄い色の着物を着てね、汚しちゃったら嫌だなと思って、シミ取れなかったりしたらね。ちょっと悲しいので、これぐらいな感じで、濃い色のものだったら、多少シミがついても見えないだろうと。ね。あんまり強い漂白剤使えないですからね、着物はね。オキシクリーンも使えるけど、私が持ってるオキシクリーンはね、ちょっと洗浄成分が強めのオキシクリン酸らしくて、そう。こう考えるとちょっとあんまり着物には使いたくないなと、万が一こう色抜けちゃったら悲しいじゃないですか。だからね、その辺を考えつつ色の濃い着物にいたしました。あ、忘れてる、着物に半襦袢にスズロベルトするの忘れてる。そう、ここ最近ね、着てなかったんですよ。なんでかっていうとね、ちょっと子供たちもね、フラストレーションが溜まってきてね、喧嘩がね、喧嘩っつっても兄弟喧嘩もそうなんですけど、私と主に喧嘩をするっていうのがちょっと増えてて、着物着てる場合じゃないみたいになっちゃってて、ちょっと着れなかったんですけど。ね、今日はちょっと気分転換に私も着ちゃおうかなと思って着たいと思います。ねえ、やっぱりね、自由に駆け回らせてくれした幼稚園に行って多分ね、やっぱつまらないみたいですね。もうママとじゃつまらないとか言われちゃうとね、もうそりゃそうだよねって思うんですよ。しょうがないね、こればっかりはね。そりゃ幼稚園の先生にはかなわんですよ。よいしょ。あ、ずいぶん開いちゃうな。襟芯入れてないとやっぱここが難しいですね。そう、襟芯って大事。もうダブダブしてる。まあいいや。普段着なのでね、あんまり細かいことを気にして着てもしょうがないので。よいしょ。ぐらいでいきましょう。そう、昨日ね、もうあまりにもなんか喧嘩が多くて嫌になってきちゃって、こっちも2階に洗濯物を取りに行った時かな、干したやつを取りに行った時に、 ちょうどね、娘の部屋からベランダに出入りするんで、ちょっと笑かしてやろうと思って、鼻にセロハンテープ貼って下に降りてったんですよ。こういう有名なテープ芸ですね。若い人何言ってるか分かんないかもしれないんですけど、顔にセロハンテープを貼ってね、鼻を上向きにして、こう降りてったんですね。そしたら、まあ、子供たち最初気づかないんですよ。透明だし。全然気づかなかったんですけどね、一番最初に気づいたのは夫だったんですね。 お茶飲んでたんですけど吹いてましたね、ブーって。 やってんのみたいな。え、何がって言って、そのまま私1時間ぐらい過ごしました。
で、最終的には、それがすごく面白いことだっていうのを子供たちが分かったらしくて、パパが笑うっていうのがね、面白いっていうことに気がついたらしくて、テープ芸を教えてくれということでね、テープ芸講座っていうのを開いたりとか。やっぱね、こう、笑うとね、喧嘩も少なくなるんで、笑うようにはしてるんですけど、ちょっとね、鼻にテープ貼りすぎてね、ここが痛い。ほんで、ずーっと貼ったんですよ。で、やっぱセロハンテープだと容量がわからないから、最終的にはガムテープ、しかも色付きの青いガムテープをこう貼って、ここにこうやってやって、見本見せてたんですね。そうするとね、もうガムテープの接着力はさすがに痛い。まあね、和んでくれたんで、子供たちも、まあ、いいかなと思って。やっぱ笑ってもらわないとね、ダメですよね。そう、だからなんか、叱る時とかも、ちゃんとね、危ないことしたりとかして叱らなきゃいけない時あるんですけど、こっちがなんか感情的になって怒っちゃうなーみたいな時は、ちょっとマイルドな言い方にするようにね。どんなマイルドな言い方かっていうと、千鳥のノブさんみたいに言うとか、なんとかかんとかじゃーっていう話をするとか、あとあれですね、今、もうまだ話題かな。話題ですね、旬なぺこぱのツッコミ、肯定的なツッコミ。今やってくれって言うけど、今やれないのは俺のエゴかもしれないとかって言うと子供たちは笑ってくれるので それでこう丸く収めてますね。ねえ。ああ、もう背中のシワがなんかうまく取れん。なんだろう。よいしょ。なんかそういう日ってありますよね。背中のシワがうまく取れない日。ないですか？私結構ね、あるんですよね。なんか背中のシワがうまく取れない日。なんか布が噛んじゃってるのかな。なんだろう。長襦袢にシワが、半襦袢にシワが売ってんのか。なんだろう。まあいいや。まあいいや。そう、ここにね、ここ見えますかね。ここがね、やたら取れない日があるんですよ。なんでだろう。なんでだろう。なんでだろう。なんでだ、なんでだろう。そう、木綿の着物とかウールの着物ってね、洗えるのめっちゃいいんですけど、ここのね、シワが本当にこうやって噛んじゃって全然取れない日がね、結構あるんですよ。だからね、つるんとした平織りの紬は、ここがすごく取りやすいんで私は好きなんですけどね。まあ、洗えないのであんまり普段は。残念ながら着ません よし。今日時間かかりましたね。お芝さん超気になる。なんかゴロゴロしてね、痛い時あるんですよ。特に床に寝っ転がった時 なんかゴロゴロゴロ気になるなっていう時がね、あるんですよね。そういう時、こう快適に過ごしたい時じゃないですか。昼寝ってかゴロンってする時って。そういう時がね、不愉快になることは極力避けておきたい。さて、今日はね、お気に入りの帯です。じゃじゃん。ベージュの帯。ベージュ好きなんです。お洋服でもね、ベージュ大好きだし。そう、コートとかもね、ベージュ多いですね、私は。ベージュが好き、ベージュ族です。なので今日も帯もね、これすっごい安かったんですけど、まあオリジュアとかがね、ちょっと目立ったりするので、すごくね、安く手に入れられたんですけど、ベージュ大好きなので嬉しいです。そう、これのね、こういうベージュの名古屋帯が欲しい。
ベージュの名古屋帯ね、しかもこういう模様の名古屋帯が欲しい。可愛くないですか、ベージュ。合わせやすいし。よいしょ。タレが長かったな。ね、こういうこともあります。タレが長い。どっちがタレ？ それすらも分かってなくても着続けられますからね。大丈夫です。知識がなくても着られます。習うより慣れろです。 あれ？で、また私、伊達締めの中に帯の端入れてるし。 なんかイップスみたいになりますよね。一回やらかすと次もなんか大概同じことやらかすんですよ。そう、帯イップスね。そう、これね、裏もこうやって無機質なこうストライプ、ボーダーか、こうだから帯だからでね、楽しいんですよね。結構私はこういう抽象的な柄が好きですね。お花とかもね、見てて可愛いなと思うんですけど、自分が締めるとなると、こういう抽象的なものがやっぱり好きですね。好みがはっきり分かれる。リハルちゃんはお花とか結構ね、お上品な感じのものが好きなんですよ。で、また似合う。すごく。とっても似合う。私もね、絶対そっちいいよって言って、大体勧めるのは花柄とかが多いですね。オリジュはすごいついてるの見えるかな。よいしょ。ね。こういうのがあるんで、すごく安価に手に入れられました。ねえ、好みもね、それぞれ、ほんと、好みとね、似合うものがぴったりくるからね、リハルちゃんは。私が可愛いなと思っても、私が似合わないものをね、彼女はいい感じに着こなしてくれるんで、そこはね、楽しいですね、見てて。センスもいいしね、色とかも、似合う色もね、また違うんですよ。彼女はね、ブルーベースなのかな。ちょっと青みがかった色が似合う。グレーとか。私はどっちかっていうと、完全に黄色い人。黄みがかった色。王道色とか、そういう色の方が、自分で着ててもしっくりするし、色の好み的にもそっちなんですよね、私は。で、帯締めは今日はちょっと、白と赤です。この子でパキッとね、気を引き締めようと。これで気引き締まるのか、私。ほんとね、もう、やる気がないっていうか、テンションが上がらない。何なんだろう。天気悪いからかな。なんかそんな日もあるんですよ。人間ですからね。毎日ね、元気100%アンパンマン状態だったら大変ですよ。ね、私はアンパンマンではない。ね。そう、私はおむすび番のように旅をし続けたいんです。スナフキンとかね、ああいうちょっと家族いるのに何言ってんのって思われると思うんですけど。ああいうね、ちょっと放浪してね、自由気ままに生きていく生き方が好きなんですよ、本当は。一番結婚しちゃいかんやつ。なんですけど、ありがたいことにね、こう、家族がいるので、放浪せずに生きてます。放浪したいんだよ。放浪したい時だってある。ね、もう一人でキャンプとか行きたい。ああ、キャンプ行きたいなー。我慢。今は我慢。よし。落ち着いたらキャンプ行こう。よいしょ。こんな感じでね、今日は過ごしたいと思います。このね、ポンポン叩くのって癖なんですけど、なんでこの癖が始まったかっていうと、舞妓さんの着替えを見たからなんです。舞妓さんってね、帯締めるときにこうすごい叩くんですよ、こうやって。その置き屋さんにもよると思うんですけど、叩くんですね。
で、閉まってるかどうかと、こう、体のとの馴染みを確認なさるみたいで、私もこう、どうしても、一個終わった時に忘れっぽいのもあって、ポンって叩いて確認するっていう癖をつけてます。何言ってじゃないと絶対忘れるの。忘れるんです。ほんとすぐ忘れるの。だから、とりあえず叩く。そう。はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。ちょっと小切れにまとまったかな。小切れにまとまってなくてもそんな気にしないんですけどね。ではそんな感じで、ちょっとね、収納編やろうかなと思ったんですけど、収納がまだね、ちょっと中途半端で、何よりも着物が私の肩棚に収まらないっていう悲しい出来事が発覚して、リハルちゃんにどうしよう、収まらないよっていう 連絡をして、棚を買い出すかどうしようかなっていう話をしているところなんですけど、そう。その前にね、秋冬の下着編やろうかなと思ってて、そう、夏前にね、ちょっと、秋冬とか、真夏以外、真夏じゃない時の下着編をやろうかなと思ってます。他にもね、話のネタがなくなってきたっていうのもあるんですけど、そんなね、子供2人いて、そんなに外に出ない主婦に話題はそんなないですよ。なのでね、何か質問とか、どうしてますかとか、こうやってやったらいいよとかね、なんかそういうのがあったら、ぜひコメントください。じゃないとね、もう毎日ここで子供とね、夫の話ばっかりすることになりますからね。ぜひ皆様ご協力よろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。さようなら。